はい、リプラタックです、えー、と今日は、ねえー、と僕が、ね、いつも飲んでいるこのネイチャーメイド、えーまあ、いわゆる薬局とかで売っている、まあ、あの健康食品ですよね。健康食品っていう、まあ、分類になるのかな、まあ、機能性表示食品とか、ねまあ、いろいろ言い方あると思うんですけど、えーまあ、僕は、ね、このネイチャーメイドをよく飲んでます。でネイイチャーメイドの中でも ま、今日ね、ちょっと僕勧めるのは、このね、スーパーフィッシュオイルってやつなんですよ。で、これなんで僕が勧めるかというと、あの、この粒がね、これすごいでかいでしょ。あの、僕ね、えっと、留学したことあるんですけど、えー、外国の、この、いわゆる、商品、えー、DHA とか、あの、EPA とか、このいわゆるオイルの商品っていうのは、これぐらいの大きさがこれスタンダードなんですよ。 粒的に結構大きいのがスタンダードで、日本に売ってるやつって全部小さいんですよ。これの3分の1とか1 2分の1とか、まあ3分の1ぐらいかな。なんですよ。で、でかいやつがなくて、で、やっぱりね、僕留学した時に、この、ネイチャーメイドじゃなかったんですけど、このね、DHA、EPA で、えっと、このでかいやつがすごく、あの、好きで、飲んでました。 で外国のね、まあ、ネイチャーメイドは知らないんですけど、外国のね、この薬局に売ってる、まあ、こういう、えー、健康食品、まあ、機能性食品っていうのがちょっと詳しくわからないんですけど、こういうのってすごい粒がでかいんですよ。 どれも <laughs>。で、えっ、ー、と、日本のやつってなんか日本人向けにこう、すごく小さくて、苦くなくて、甘い味をつけてっていうのがもう主流なんですけど、外国、外国のはでかくて苦くて、あまあ商品によるんですけど、苦いとかはね、えー、まあでかいっていうのがね、このすごい特徴的で、僕このネイチャーメイドね、のこれをすごくね、えー、外国留学してるときを思い出して、あの、よくこれ、好んで飲むんですよ。はい。 まあただそれだけなんですけど、えっと今日ね、ちょっとね、えー、っと、それ飲んでて、えー、ちょっと思い出したんで、忘れないうちに投稿しとこうかなと思って、思 <laughs> えました。で、まあちょっと僕留学した時の話もしようかなと思うんですけど、えー、まあ僕はね、えっと、北米の方にね、ちょっと留学してたんですけど、まあ結構ね、北米、 何について話そうかなと思うと、まずね、やっぱりお金とかね、えー、為替とかね、そういうのがね、えー、みんな興味あると思うんで話そうと思います。で、やっぱりね、あのー、なんだろう、同じ1ドル。同じ1ドルでも、あのー、なんだろう、1ドルが例えば100円、90円、112円とか、1ドルがこう変化するんですけど、で、その、 何が、何かというと、その、1ドルはあの変化して周期的に変わってくるんですけど、あの、外国に行くと、あの、すごくね、インフレが進んでるんですよ。つまり、同じ1ドルでも、あの、為替の差が、例えば、同じね、例えば1ドル100円の時に、えー、今持ってるのと、えー、10年前に持ってるのじゃ、あこれ価値が違うんですよ、明らかに。 昔の1ドル10円っていうのは、まだそこまでインフレが進んでなかったから、えー、結構ね、価値が高かったんですけど、今ね、もうインフレが進んでるんで、1ドル100円でも、あの、ちょっと100円の価値ないなって、もう80円ぐらいの価値じゃないかなっていうふうには僕は思うんですよ。で、これがね、日本の悪いところで、日本ってデフレだから、結局ね、なんかすごい日本から外国に行くと、すごいものが高く感じる。あと、そうですね、それが一番悪いところですね。 だからあの、為替だけじゃなくてそのインフレっていうのをすごく、ね、考慮してもっと考えた方があがいいと思います。えー、僕的にはもうなんか1ドルなんかもう100円で買っても昔の100円と全然違ってもう今80円ぐらいの価値じゃないのかってあの思ってしまいます。でまあね、結構、ね、どこの国も そのインフレでその1ドル、1オーストラリアドル、1カナダドル、どこも、ねえー、とインフレで行っても1ドルの価値ないんじゃないかっていう、まあね、あの話は聞くんですけど、まあ、実際どうなのか知らないんですけど、結構,ね、あの結構みんな1ドルの価値がないっていう風な、ね、こうなインフレの影響を受けますね。あとは、ねえー、と外国ってあの、まあ、地域にもよるんですけど、あの税金あの 商品買った時の消費税ですね。この税金がこれ二重で取られるんですよ。あの、日本だったらなんか消費税ってだけで国,国の税になるんですけど、なんか外国行くと州税と国税があって二重に取られるんですよ。だから消費税がすごい高いところとかあって、もうね、あの、やばいですね。あの、日本人のあの、デフレ感覚で行くと結構ね、イメージが全然違います。 日本のデフレって、なんかずっと続いていますよね。で、なんか、今の日銀総裁の前の、なんか白川総裁の時に、なんかデフレ対策を、デフレに対して何もしなかったとか言って、前昔からずっと叩かれてますよね。まあ、僕、その時代、まあ、学,学生で、まだち若かったんで、若かったし、まだ小さかったんで、あのそんな、なんの政策したかとか、詳しく知らないんですけど、まあ、物経済でも金融でもないので。 知らないんですけどなんかね、白川総裁すすごくネットで叩かれてますよね <laughs> なんか <laughs>、超ブ道だとか言って、あのネットですごい叩かれてるんで、あのなんかデフレ対策死んでこなかったみたいな、なん,なんか、その1990年以降のバブル崩壊以降、こうなんか失われた10年とか何十年みたいな感じで、ずっともう、なんか言い継がれてる感じですよね。 まあそういう意味で日銀に対しても風当たり強いんでしょうねっていうふうにはまあ僕は思うんですよ。一般市民のからの風当たりが強いんじゃないかなっていうふうに思います。まあデフレでいいことってないですからね。あの、なんだろう。結構ね、こうデフレ、なんていうか僕は知らないんですけど、こう日本ってなんかずっとデフレだったじゃないですか。バブル崩壊後。 でデフレって本当にいいことないのになんでそんなことしてたんかなって僕も思うんですよね過去のその記事とか過去のその、えー、を見て思ってるんですけどやっぱりね外国行った時にこのすごくねあの何でも高く感じてしまう <laughs> っていうところがありますねでなんか日経平均とかもなんだろう 2万3000ぐらいにやっと回復してきて、なんかバブルの時って3万8900円ぐらいあったんですよ、3万8000台ぐらいあったのに、なんかそこまで回復するのかなっていう、なんかあれがありますよね、不信感がありますよね、えー、と去年とかはもう2万超えない超えないって、もう90%の人がこう以上の人が思ってて、なんかもう2万になったらみんな売るんですよ、株を。 あのなんかそういうなんかジェンクスみたいなのがあって2万,2万台で2万円台で何回も跳ね返されて結局2万円超えないじゃんってことであのみんなね結構、高齢の,そのプレイヤーっていうか高齢の,そのあ、まあ、投資家っていうのは高齢っていうのはまあ50とかね、のはやっぱりねそのもう 2, 2万円台になったら絶対売るんですよっていうのは2万円絶対超えないっていうのは。なんか そのバブル崩壊後の中にあってあの、頭にあるんで、結局みんなそうやって売ってきったんですけど、結局2万円台超えたんで、僕その時まあ売らないで持ってたんで、えーまあ、結局そこで結構ね、えーとまあ、ちょっとかな、ちょっと利益が出たかなとは思うんですけど、で次がね、どこまで行くかって、これ、結構ね、あのー、迷うんですよね、まあ、バ,ブバブルのあたりまで僕は回復しないと思います。 またあのなんでかって言うと、あのー、消費税増税するでしょうでえ消費税増税してなんか、えー、しようとしているのでもう来年かな絶対、えー、3万8000円までいかないです、みんなの、ね、消費が落ち込んでもうなんか、あのー、増税することで、ね、みんなの消費も落ち込むし、えー、デフレに戻ってしまってで株価もおそらく下がります。 だから僕はね、もう日経平均にその連動するインデックスファンドっていうのは、あのー、もう売ってしまって持ってないです。なんでかっていうと、日経平均もおそらく2万後半、い言っても2万後半ぐらいじゃないかなって、もうそれ以上ね、絶対上がらないって僕はね、思ってます。 だからもうね、今の2万3000超えるか超えないかでバウンドしてるところでまあ、超えたらね、若干買ってもいいかなと思ってるんですけどただ、そうね、長く続かないと思いますで、基本的に今はもうその日経平均に連動するインデックスファンドはこれ僕、持ってません、もう売ってね、あのの売ってそのキャッシュにしてますっていうのもやはりね、こうリスクを考えて、えっと、やっていかないとあのなんだろう 投資ってよくなんか噂で買って、えー、と事実で売るみたいなことをよく言われてると思うんですけど、あのー、結局の事実になった時にみんな売り,売りたがるじゃないですか事実っていうのは例えば暴落したとかね日経平均が下がってこれ以上上がらないという時にみんな売りたがるじゃないですかだからその事実のになる前に、えー、売っといた方がこれね絶対いいかなと思って僕はね今もう一部そうやってもう持ってないのがあります 日経平均に、ね、連動するのって結局、また暴落したときに買ったらいいわけで、えー、今、ね、持っとくっていうそのメリットがあんまりないかなとうう思います、まあ、インデックス投資中心の僕としてもちょっとねそのあの痛いんですけどインデックスちょっと売ってしまってなんだろうその僕、インデックス、えー、投資中心にあのいいよ、いいよって言ってるんですけど、えー、まあその。その 側としてはね、ちょっとね、痛いです。だけど、またね、その波があって、安くなった時に買うっていうのをね、えー、やっぱり必要があると思います。あとね、僕持ってるのはね、外国中心ですね。やっぱりね、外国の方が成長がいいと思います。あとね、外国はね、やはりその、利益を還元するっていうところに、その焦点があると僕は思うんですよね。で、えー、まあ外国系の、 に投資するファンドだったり、資本に投資するファンドだったり、まあ株とかも含めてなんですけど、やっぱりね、外国の方がこうなんか利益を還元してくれるところがあるかなっていうふうにはね、僕は思います。まあね、わからないんですけど、そういう傾向があるかなっていうふうに思います。やっぱりね、日本の企業っていうのは、この、なんだろう、内部留保とかでね、こうなんか、 あのまた暴落が来た時に対してあの備えたりするあと労働者とか株主にもねこう還元しないっていうのがもう定着してるんであ,のあんまり興味ないんですよねそのつまりその個別の株とかねもうこれ全く興味ないですあの結構ねなんかあの株主優待とかですっごいこうなんか盛り上がってるですけどあの まあ盛,り上が盛り上がらせるために、こう、インフルエンサーがいるのかちょっと知らないんですけどね、インフルエンサー。あの、株の集大とかね、あの、いらないですからね、はっきり言って。あの、割引券とかなんか、無料券とかね。あの、いや、株の集体とかいらんでしょって。僕はそう思います。あの、なんでかっていうと、あの、なんだろう。 株主優待って結局自社,自社の商品だったりするじゃないですかだから自社にとってはそ,のそれをなんかあの株主優待とかに出して、まあ、損失として、まあ、繰,りあの繰り越したりとか相殺するわけでできるんじゃないかなっていうふうには思うんですよだからなんだろうその株主に対してそん,なそんなにメリットないじゃないかなっていうふうに思いますそのなんだろう自社でまあ余ってるものをあげてるよみたいな程度 の感じにしか僕はね、あの捉えることができないので、あの自社製品とかの,あの株の集体とかはっきり言ってね、あの興味ないです、それよりあの利回りとかね、配当とかをね、やはり大きくする企業じゃないと、僕はあのね、あんまりいい会社だとは思いません。まあ、いろいろキャピタルゲインとインカムゲインとかなんかあると思うんですけど、まあ、そのなんだろう。 それも人によって考え方次第じゃないかなというふうには思います。結構ね、あの、えーまあ、僕がそれがいいか悪いかっていうのはまあ別として、まあ、あまりよくは思ってないんですけど結構ね、高齢の人になるとそのなんだろう、あの元本を、ね、切り崩しながらこう配当を出していくようなその商品をまあ結構好む傾向にある。 でまあ確かにね毎月配当があるからそれで、ね、まあそれを生活費とかまあ必要な分に当てれるからっていうのがその銀行の銀行とか証券会社のまああの言い分かもしれないんですけどあの毎月ね分配いわゆるしてくれるのしてくれるのって基本的にその維持コストが高いんですよ、あの、まあのまどういう商品でもいいんですけどあの例えばなんとかリードとか。あの なんとかリードとか、まあリード系ですね。リードとかハイイールドスとか、ハイイールド債ですね。えー、まあハイイールドっていうのは格付けの低いってことなんですよ。で、格付けの低い債権っていうタイトルだったら、これ誰も買ってくれないじゃないですか。わかりますつまり、その、なんか潰れそうな会社の債券 っていうタイトルだったら、これ誰も買ってくれないから、かっこよくハイイールド債とか言ってつけてるだけで、はっきり言って潰れそうな会社の、いわゆる格付けの低い、B、BB プラスかな以下かなのなんか、その、会社のいわゆる債券ですね。をに投資してるってことで、まあ、いわゆるね、ちょっと危険な債券なんですよ。 でそこを、ね、説明しなくて、なんかちょっとかっこいい感じで、で毎月配当が出るよとか言って、まあ、銀行は売るんですけど、まあ、これも悪質じゃないかなって僕は思います。やっぱりね、毎月その元本切り崩しながら分配出すから、結局下がっていくんですよ、あの基準価格っていうのは。で、基準価格下がっていくし、あと為替の影響を受けるから結、結局減っていくんですよ、その元々の元本というか。 だから結局損するだけなんですよね。あとコストも高いし。で、まあ僕はね、おすすめしてません。で、その、毎月ね、分配型って、まあリードもあるんですけど、僕はね、おすすめじゃないです。このね、1、2年ぐらいリードがね、あの、毎月分配、 すするるしなんか基準価格も上がってるんですよそれはやっぱりそのオリンピックとかあってあの不動産バブルの時代になってちょっと不動産投機が、ね、あの増えたんで東京を、ね、中心にその、まあ、不動産価格が上がってるっていうのがあってそのリードの商品も、えー、の基準価格っていうのはこの1年2年で結構上がってきてます今その前っていうのは結構、ね、そのリードっていうのはこう下がってたんですよずっと基準価格割りながら配当を出してた、まあ、いわゆるその 基準そうですね基準価格割れながらずっと配当出してるような商品が、まあ、多かったっていうイメージなんですけどこの12年ぐらいでちょっと変わってきたかなって感じはしますでまあその不動産バブルも東京とかね一部23区の一部の一部なんでその実際ね、えー、とそれ以外の地方になるとあんまり関係ないんですよねそのなんだろう東京とかだったらその23区だったら駅から近かったらまあ大体 そんなにめちゃくちゃな物件じゃなかったらこう結構、人手が集まるんで、まあ、9割ぐらい入ってくれるかなっていう,そのなんだろう思惑があって若干、高くて投機目,目的になるんですけどあの東京の23区外れるとやっぱり、ね、結構厳しいんでその集中してるっていう感じのバブルではあると僕は思うんですよね。 なんか全国に広がるこうバブルとかじゃ不動産バブルじゃなくて東京23区集中型のまあバブルじゃないかなっていうふうにはまあ思ってますで、まあ、オリンピック需要があるからそれまでは上がるんじゃないかなっていうふうには思うんですけどた、まあ、多分その後バブルはじけて崩壊するかなっていうふうには思ってるんで今ね多分守りに入った方が絶対ねあのリードリード不動産リードはいいと思います はっっきり言ってあと1、2年で多分オリンピックになる前に、まあ、崩壊するんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね、何の話だったっけ、あそうそう、毎月分配型の話ですね、だから結局、元本をね、えーその割あの、元本から払い戻しながらあの、基準価格が下がっていくタイプが多いんで、基本的にあの毎月分配型はねあの、注意した方がいいです。 まあ3ヶ月分配型でもそうなんですけど結構ね、ね日本人はその商品が好きなんですよ、毎月分配。なんでか知らないんですけど、多分銀行銀行員がなんかその高齢者を対象にしたちょっと悪質なビジネスでいわゆる分,分配金が毎月 毎月出るから、生活の,あの、いわゆるその家庭にできますよって言って、まあ、売ってるんだろうなっていうふうには、個人的には思うんですけど、まあ、それは推測のその意気なんでね、まあ、僕はお勧めしてません。あの毎月ね分配する、するあの、もらうメリットがないですもん。はっきり言って。それより持ってて、そのあのなんだろう商品の価値が上がっていく方が、まあ 必要な時に売れるじゃないですか。商品の価値が上がっていけば。だから、それで自分で調整する方が、これ明らかにいいと思います。いわゆる、まあ、こう、なんだろう、インデックスファンドを、こう、貯金のような形で持ってて、必要になったら、それね取り崩して売っていくっていうのが、まあ僕はいいと思いますけどね。で、あとは、 何だったっけ？そうだね。まあ、お金の話から今日はね。その毎月分配型が悪いっていう。まあ話になったんですけどえー。まあ僕の。動画見てもらってる人は結構高齢の方が多いと思うんで、えー、まあそのあたりも参考にしてもらったらいいと思います。あの、銀行の勧める商品っていうのは基本的にコストが高くて。 えー、なんだろう、コストが高くて、えー、リターンが少ないものをもちろん進めるわけで、えー、なんでかというと、えー、銀行とかがそのいわゆるお金を集めないといけないじゃないですか、でしかもあの1年とかで売られたら、あのまたそれをあの運用ができない。 つまり、ね、銀行とかも1年とかでやっぱり商品売られたりしたらこう運用ができないから、えー、できるだけね長期に持ってしかも高いコスト、あの費用、信託報酬も含めて、ね、高くいっぱいコストがかかるものを売るっていうのが、まあ、これあのビジネスになってるんで。 まあ、それをまあ、悪質ビジネスっていうのは、かどうかはちょっとわから、わからないですけど、まあ、いわゆるそういうことをやってるわけで、絶対あの、いい商品とかは、これ、売ってくれ、売ってくれないわけなんですよ。つまり、うん、つまり、その、コストが高くて、えー、儲からない商品を売るっていうのが仕事なんですよ。そうじゃないと、その、銀行が儲からないからです。 ていうことこで僕はあとね、それに加えて、買い付け手数料がか,かかったりとかあの、まあ、口座維持にもお金かかるのかな、ちょっと僕は銀行は、ね、知らないんですけど、口座維持にあのお金がかかったりとか、そのフィーっていうかその、なんだろう、フィーっていうかそのそ、相談、なんだろう、その預け入れの資産に対する割合2、2%とかの。 あのフィーっていうか料金が取られたりとか、まあ、相談料になるのかどうか知らないんですけどそういうのもあったりしますよねだからその銀行とかがその証券会社によって違うと思いますけど結構コストが高いんですよだって買い付け手数料とかで3%ぐらい取られて、えー、信託報酬が年に、まあ、やっぱり 1%, 1から2 3%ぐらいの商品、まあ、3パパアクティブだったら3%ぐらいあるかもしれないんですけど 買い付け手数料3%取られて、あと、信託報酬で1から3%取られて、であとその顧問、顧問料みたいな感じで数パーセント取られると、これもう10%ぐらいかかってくるわけで、例えば100万円預けて10万円まあ取られるってなると、これ、あの損じゃないですか、だって自分で個人でやったら、手数料10万もかからないですからね。 だからどう考えても、まあ悪質ビジネスじゃないからって僕は個人的に思ってまあ言ってるんですけど。だって個人でやったらその 10%, 10近くもかからないですからね。1年目ね。いわゆるどうだろう。 買い付け手数料もかからない商品もあるし、その信託報酬もね、低い1、1%以下の商品もいっぱいあるし、あの、アクティブでも0.9%とか普通にあるんで、えー、全然ね、初期費用っていうか、初期の1年目のコストだけでも、あの、はっきり言って、もう1、2%ぐらいで、全然抑えれる、抑えれます。あの、正直言って。 だから、つまり10倍高い商品をこう売ってるっていうイメージを持ってもらったら、これ、分かりやすいんですよ。あのまあ、1%もいかないです、その初期の費用として。個人でやればね、0.5%とか、もちろん、その、組みれるアクティブの0.9%ぐらいの入れると、ちょっと高くなるけど、それでもトータルしたら、まあ、0.5%ぐらい、1%超えないんで。 まあ選ぶ商品にもよりますけど、だから10倍以上高い商品をこう買わされるっていう、まあ、あのシナリオなんですよね。だから僕はあのおすすめしてません。はい。ということで、えっと、今日はね、えー、僕が留学してた時のいわゆる話が最初に少しと、まあそ,のえー、その後はその留学のその買わせですね。 時の時為替に対する考え方あとは、えーまあ、そ高齢者の,その投資する時の、えー、間違った考え方について、ちょっとね、えー、今日はね、えー、述べてみました。もしよかったらね、いいねとかチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。